お、ピーチ城じゃん。お、お散歩。イエーエーバーエーバー。何、何持ってきた。きらめき劇場、夢とロマンと大冒険、あなたも一緒に。へえ。あー、いいね。あ、いいね。ご旅行ですか。南の島までわーお。わーお。圧倒されとるやん。迫力に圧倒されとるやん、ピーチ。あ、なんか来た。なんかいるね。ちっちゃい子たちもいますね。お、始まった。お、長旅お疲れ様です、ピーチ姫。私はチケットの手配をしてきますので、少々お待ちください。はい。その間、ロビーを見て回るのもいいかと、戻ってきたら声をかけて、お声をかけさせていただきます。はい。始まった。てか、はい、どうも、皆さん、挨拶しなかった。はい、どうも、皆さん、こんばんは、モッティです。ということで、本日はですね、3月22日に発売になります、ニンテンドースイッチプリンセスピーチショータイムの、体験版がですね、リリースされましたので、ちょっとこちらの実況を動画で、やっていこうかなというふうに思っております。よろしくお願いします。はい。まあもちろん本編も実況しますんでね、どうぞよろしくお願いしますって感じなんですけど、なんだ、とりあえず、きらめき劇場か。へぇ、で、ここでなんかいろいろショーとかやる感じなの。へぇ、まあ立ち入り禁止とかはまああれでしょうね。体験版だからでしょうね。キャストン。僕たちキャストンは劇に出るのが夢なんだ。今日はお客さんとして見に来たんだ。なるほどね。そっか。まああれですもんね。なんか、舞台のそういうのって、まあ、出てる人が見て見てる人が出てみたいな、なんかそういう話ってよく聞きますよね。うん、まあ若手なんだろうな、新人か若手か分かんないけど、うん、やっぱりこの劇のキラリスタはいいな。何しろきらめきが他と違うもんな。ほう、ああキラリスタっていうのは主役の中の主役、希望を与えるスターをキラリスタって呼ぶんだ。なるほど。そう、キャストンはそのキラリスタを目指して日々なんか稽古してると、演技のお勉強してるみたいな、そんな感じなんだな。へえ。あ、この辺かな。新作の剣士の劇はもう間もなく会場です。もう少々お待ちください。あ、剣士のやつね。はいはいはい。なるほど。あ、ビジーム準備ができましたよ。そんな大声出さないでよ。うるさいな。聞こえるわ。黙、ちゃんと静かにしなさい。劇場なんだから。今日のチケットです。お客さんを見てると舞台も期待できそうでワクワクしますね。そうですか。それは良かった。もうすぐ始まるみたいですね。私たちも行きましょう。はーい。いいね。なんかこの BGM いいですね。こうジャズィーな感じで。あ、なんだ。なになになに。どうも皆さんこんばんは、クッパちゃんです。ということで、あ、違う。お集まりの皆さんご案内いたします。ただいまより。あ、違った。私どもグレープ劇団による恐怖のショーを開演でございます。あーやばい。あーちょ待って、まずいまずい。あーちょーやっ、あっあっあっ、腰やった、痛っ。ちょ待って、やばいやばいよ、どうなっちゃうの。あーやー、プリンセスピーチショータイム。まあ取り残されちゃった。うわー、どうした。あ、あ、出た出たわね、出たわね。どうしたん、めっちゃ泣いてるけど。え、どうしたのかって、どうしたのかって呼ばれてた。めっちゃ呼ばれてた俺の。怪しい仮面のやつが劇をめちゃくちゃにしちゃったんだ。あら、あー、なんか、ピーチ姫のさ、てっぺんってこんなにぺちゃんこだったんですね。なんか、思ったよりぺちゃんこじゃないですか。ね。あんまりふわふわしてないですね、てっぺんね。これじゃあ公演ができなくなっちゃう。どうすればいいんだ。うん。しょうがないわね。私が助けてあげるわよ。うん。そう、君も公演を見に来て巻き込まれちゃったんだ。うん、なんとかしないといけないけど、僕一人の力じゃ。君も協力してくれたら嬉しいんだけど、ダメダメダメです。や、やです。お金ください。協力してくれるの、するんだ。優しいな、ピーチは。ありがとう。
優しいな。なんか最近のピーチ結構積極的に人助けとかしますよね、映画のピーチとかで。うん、僕はステラ、ステラね、この劇場を守るきらめきの妖精、君はピーチって言うんだね。二人でお話を取り戻そう、きらめきの力を信じて。はーい。おう、あ、で、何、あ、剣士になるってこと。まずは奴らを見かけたこの剣士の話に行こう。あ、はーい。よし、じゃあ早速剣振り回しますか。おう、ピーチの伝説、剣士と茨の城、ベルバラ始まったちょ、ベルバラはモッティさんさすがに古すぎますよ、あなたも生まれてないじゃないですかっていうね。茨だもんな、バラじゃなくて茨だもんな。うん、そうですよね。ここが剣士のお話、やっぱり何か様子が変だ。あ、何あれは。あ、死んでる。どうした、急に、やばい、大変、誰か倒れてる。やばい、警察、ちょ、警察呼んで、誰か、やばいよ、まさか、仮面のやつらのせいで。マジでやばいじゃん、そんなん、事件、逮捕。あ、そうだ、お、何、もしかするとこのやり方で早速きらめきの力を使ってみよう。ほう、きらめくの、あ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 、かわいいポニーテール。あ、あ、あ、まだか。そのリボンを通じ、ピーチもきらめきを使えるようになったよ。へぇ。なんかリボンがパワーなのか。さあ、きらめきをこの人にも、はい。はいはい。どうしたらいいの？ B、B、B。おう。おう。あ、元気になった。なんだか元気に軽やか。これがきらめきの力の一つ、人や物を輝かせて元気になる力だよ。ピーチとならきらめきの力でみんなに希望を与えることができるかも。そうなんだ。Let's go! あ、なんかこうやって街の人たちを元気にしていくみたいな。どうやらこの場所は元通りになったみたいだね。あ、そうね。あ、お城は大丈夫だろうか、行ってみようか。はーい、じゃあお城に行きましょうか。こんな、あ、あ、あー、なんか出た。あ、なに、そういう感じ。あ、なんかこうギミックに対してこういろいろやっていくとなんか出る感じ。こんにちは、お元気ですか。お元気ですか。扉とか入れるわけじゃない。わー、どうした、どうした、どうした、なんかどうした、どうした、財布忘れた、財布忘れた、なん、どうしたの、どうしたの。変なやつらに襲われてるのか。そうか、あ、大変なのか、それ大変だな。襲われただけなのか。あ、そうなの。なんかでもみんなあんま元気なさそうだけど。あ、あ、出た。なんだこのクソ雑魚プロレスラーみたいな、なんか出てきたんだけど。仮面のやつらだ。やっぱまだこのお話の中に、あ、お話の中なのね今ね。あ、なるほどね。みんなを助けてきらめきの力でやっつける。左スティック B、 はい、ここと、あー、こうやって攻撃できると、あ、こうやってね、で敵を倒していくんだ。なるほどなるほど、あいつらやっぱきらめきが苦手なんだ。なるほどね。あ、あ、ああ、花咲いた。あ、へえ、あ、結構じゃあ、あれですね。ギミックとか結構細かく見てた方がいいかもしれないですね。背景とかもね。あ、またいる。クソザコプロレスラー。何その移動法、何キモい。グエーピッチャー、グエー、グエーみたいな。キモいんですけど。なんすかそれ。あ、でも一体一体攻撃していく感じなのかな。なるほどね。これまあ進んでいいから。嫌な奴らだ、ほんとだよな。なんかグヘヘみたいな動きしやがってな。A、ジャンプ？あ、ジャンプでこう越えろね。あ、上にもいるね。おう、来た。全然。行かせないぜ。おう、そうか。あれだよな、なんか。あ、なんか出た。お、あ、これなんかゴール的な？ボーナス的な？何がいいかな？ハート体力か。じゃあコインか。コインがいいね。1、2、こう。おえや。おー、あー、結構いっぱいもらえた。なんかこいつ主役っぽいね。なんか衣装違うね、今までと。お、なんかいるよ。ここがお城に繋がる近道なんだ。あれ、道がなくなってる。うわー、来た、出た、4体いる。なんなんだ、こいつら。もうちょっと早く動けよ。
せめて弱すぎるだろ、せめて。え、で花、これこれが、おう、ああ、スポットライトになって、え、これで、あ、別になんか関係ない、こっち、これもやる感じ、あ、上乗れる、あ、上乗れる、はい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 、これもこう、ほんで、おう、あ、あーあー、先に進めますってことね。なるほど、あ、そういうことですか。はいはい。お、ナイス。なんか出た。これはきらめきストーンだ。素晴らしい活躍をした証だよ。あー、へー、輝きのパワーが詰まってるんだ。集めればきっと役に立つかも。なるほど、収集要素も 1,2,3,4,5,6,7,10 個ぐらいあったな、多分な、パッと見な。これをじゃあ1個ずつ集めていくみたいな、そんな感じなのかな。お、じゃあちょっと行きますか。はい、あ、うん、ここからもお城が見えるね。かなり近づいてきたね。そうだね、近くなった。やばいやばいやばい、出た出た出た、いばらが出たぞ。噂のいばらが出たぞ。バラなのかいばらなのかよくわかんない。ちょっととりあえず進んでいくか。あー、城内に王様がいる。あーあー、怖っ。え、これ何、これ、これ触っていいの、これ何なのこれ。あ、痛い。あー、ダメージ食らう。ちゃんとダメージ食らうのね。まあそりゃそうか。え、もっと私に力があれば。頑張れ頑張れ、もう力込めろ、ほら腕立てしろ、ほら、もっと、ほら、もっと、あ、角使うんで、ちゃんと切れ、ちゃんと紙なんだから、なんで叩くな、切れ。あー、もうちゃんと使え、頭使え。危ない、ピーチ切れとる。振り回すな、マジで。もう力じゃなくて頭鍛えろ、お前は。え、で何、ここ入る、あー、なんかで、あー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 、どっか行っちゃった。じゃあこれ入れるの、あ、入れないの、あー、倒すの、あー、ほんで、あー、出てきた。お、あー、あー、うわ、よかった、あー、助けた、はいはいはい。うわ、ちょ、怖い、行っていい、大丈夫系、いいの、いいの。こんな時に剣士様がいたら、剣士様、もう剣士様、ついに、え、あ、なるほど、そういうことか。お城で何か起こってるのかな。ちょっと待ってね。あ、てかそこに何かあるじゃん。オッケー、いや、よし、2個目ね。オッケー、来た、これか、ここだな、行くぞ。あれ、お花が綺麗に咲いてたのに、あ、こういうこと？変身すんのかと思った。なんだよ、めっちゃ変身するもんかと思ってた。花なんかさ、別に。あー、出た。あー、リボン出た。あー、リボンもらった。何？このリボン何これ？素晴らしい、綺麗なお花ですな。あ、それよかった。それよかったです。はい。え、で、こっち行くの？じゃあ。あー！あ！あ！ちょ！え、何？今の何？せーの。うわ、かっこいい、かわいい、ヒュー、学校でやったら怒られるやつね。はい、ほんで、あ、で、ここ、この辺、あ、こういうのもちゃんと花咲かせて、なんかあれだね、花咲かじいさんですね。じゃあなんか、あ、なんか出た、あ、出たぞ。あ、あ、ちょ、怖い、大丈夫。おう、塞がれてるな。切れよ、ちゃんと叩くんじゃなくて。茨じゃこれじゃ進めないな。おう、あー、なんか出た。元気づけてくれたの。あー、はい。あの、そんなつもり特になかったんですけど。あ、でもここ行こう行こう行こう。え、あ、じゃあそういうことか。こういうことか。はい。これでいいの？これでいいの？おう、で先に進めると。あ、へえ。この後ろとかなんもない。そういうのはあれか。製品版でやろうか。出たぞ。あれは剣士のきらめき？ピーチとならこの力を使えるかも。あ、行きますよ。はい。いや、もう最大の見せ場だからな、プリンセスピーチ。ここが。来るぞ。お。ああ、かっこいい。あ、かわいい。
プリンセスピーチ。フェンサーピーチ。フェンサーピーチ。なるほど。ちょっと個人的には、怖い。いや、若干ちょっとセーラームーン期待してたから、なんか、時代だな。なんか出たぞ。なんだお前。ちょっと怖い。何したらいいの？ちょっとどうしたらいいの？ちょっと待って。怖い。なんか、切ればいい。切ればいいのね。切ればいい。切れるやん。これでいいの？お前も切るか？切られるか？そんなことしなくていい。なるほど。とりあえず切ればいい。また出てきた。いやなんかセーラームーンみたいで変身してくれんのかなって若干期待してたけど、まあ令和ですからね、仕方ないですね。はい、なんか出た。おーおーおー、やっぱこれちょっとちゃんと集めていく感じなんだな。オッケー。いいね、結構いろいろ動けますね。剣士様がいれば、はい、なんでしょう、いますよ。操作ガイド、はい、なんでしょう。怪しいところを見つけたら ZL か ZR でアピールしてみよう。はい、 ZL。おお、アピった。おお、わあ、剣士様。さっきちょっとさ、軽くスポットライトあったから、わあ、そこなんだろうな。弱。ちょ、見た目以上に弱いですね。はい。おお、出た。オッケー。いいですね。はあ、なるほど。結構じゃあ、割と、操作もね、そんなに難しくないですね。なんかいろいろできそう。なんか出た。敵出た。ここは当然ず。やれー。見ますか、体験版だから操作ガイド。おい。敵の動きをよく見て A か B で避けて反撃。避けて反撃。じゃあ痛い。急すぎる。いやー、どうしたらいいの。避けた。避けて。痛い。一応足死んじゃうよ。いやー、ちょ、倒していい。よ、うわー、来た、よけた。よけて、ちゃんと B は連打しなきゃいけない。やばい、死んじゃう、危ない。こういうね、そういうことね。なるほどね。ハートちょうだい。ちょうだい。めっちゃ、ちょっと、あれか、なんかジャスガ的な感じですか、イメージ的には。ちょっと攻撃してきて。結構、いけるちょ。死んじゃう。よーちょー、そういうことか。ちょっと倒すわ、ちゃんと。よいしょー、ちょ、オッケー。ちょっと体力危な。まあ、この辺はね、多分ジャスがやっていけば慣れるところだと思うんでね、慣れていきましょう。はい、オッケーです。じゃあ、とりあえず進んでいきますけど。なんかこういうのはね、上怪しいんですよ。ほら、来た。これでしょ。お立ち台。なんか、ボッシュートされた。いやー、ちょっと待って、やばい、死んじゃう。よし。でもなんか、出た、ナイス。なんか適当にぶん回してたら、そんなにダメージ食らわないかもね。終わり？これで。これでいいの？はい。下がります。で下がってきて、なるほど。体力、意外と体力シビア。王様が、やばい、どうしよう、やられちゃう。王様、急ぐのね。急ごう。王様助けに行くよ。あ、ハートある。よし。こっち、これで合ってる。うわあ、なんかボスみたいなの出てきた。ここまでだ。かかれー。怖いな。これいけるか。ジャスができるか。あれなのかな。余計な。一体。むずいな。うわー、ちょっと。怖い。倒した。よし。いざ参る。ちょ、待って。やばいよ。助けて。やばい！ヘルイン出せる。何？操作ガイド読んどこう。ちゃんと読んどこう。敵の攻撃をジャンプ A で避けよう。はーい！うわー！出たー！おわ、ちょ、あ、弱。ボス弱。
めっちゃ弱いやボス。よーしナイスー。オッケー、あいいね、順調順調順調。じゃあもうそろそろゴールかな。オッケーオッケー。いやーいいね、おもろいね。ほんで操作ガイド、はい、どんどん出ますね。上にいる敵を倒したいときは、上に倒して B で華麗にやっつけよう。はい、上突き上突き、おーできた。剣士がいるぞ、かかれ。はーい、あハートある、上突き。ちょとりあえずハート優先とりあえずガチでハート優先。ハートありそう、おいしょー。いいね、なんかこう華麗に華麗にやっていく感じがいいですね。あよしちょっと体力戻ってきた。はい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 、よいしょー。結構でもアクションはね簡単っぽいですね。うん、割と適当に気軽に B 連打とかしてたら、それでなんかコンボもつながるから、なんかそんなにこうコマンド入力とかしなくても良さそうですね。あおボスか、おおおおお出た、あ王様が捕らえられてる。私が助けるわ。この城は我々がもらった、そうはさせないわ、そうはさせない。おお、欲望やってくれたな、許さんぞ誰やねん誰やねん。あーなんか出てきた。とりあえず操作ガイド見ようか。はい、敵の攻撃をジャンプ A で避けよう。はい、 A で避けよう。なになになに、とりあえずこれ、うわー、あなんかだいぶ早いタイミングで入れたけど入ったな。ほんでいいの、こういうこと。おお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 お、いける、いいの、ここでいい、これでいいの、ここでいいの、今のでいいの、いいのいいの。え結構ね、あいやそんなにね難しくないっすね操作。うわなんかだって敵のモーション分かんなくても割とあっさり避けられるもんね。あ全然早めでいい、あ結構簡単かもよ操作は、いい感じかも。はい、よいしょよいしょ、終わりちょ弱敵、あーうわー、あー行った、行けた、あー終わった、かっこいい、やりましたよ、イエーイ剣士と茨の城、なるほど、あ剣の1って書いてあるから剣のステージが何個もあるかもね。おドレスリボンゲット、ほうてててるるるるてるる、なるほど、あこれ面白そうですね。 To be continued、 あ終わりかな、ここまでかな体験版。はい、どうでしょう。